皆さんこんにちは、二階堂ルミです。二階堂あきです。レディースバトルも今回でオンエア5回目ですね。第3戦目、3戦目になるんですけれど、はい、ワンクール最後のバトルですね。最後だね、はい、ついに来たね。来ましたね、もうね、1回目2回目負けてるからね。負けてるからね、もう引けなさすぎだよね。ちょっとあのね、私も悪かったけどルミちゃんも悪かったからね。ごめんね、本当にごめん。あの頑張ったとかっていうのは、うん、あのいくらでも言えるから、うん、結果を出さないと我々ですよね、ね、はい。ということでね、早速あの今回のゲストをご紹介いたしたいと思うんですけれど、はい、はい、黒木さんどうぞ。どうもおはようございます、はい、おはようございます、おはようございます。今回は私たちと対決ということですが、はい、いかがですか。対決っていうかもうなんかこう可愛い女の子2人呼び込んでもらっただけで今日これでもう満足みたいなところが私的にはあるのね。もうだって普段本当男の人とばっかり仕事してるから、もうなんか対決っていうよりも女の子でちょっと楽しく出たらいいななんてちょっと思いながら来たんだけど、まあでもそういう感じのね趣旨ではあるんでね、はい、本当女4人の、はい、あワクワクって感じで国ですが頑張ってください。どっかにツッコミ入ってやったらワクワク言うんじゃねえよみたいなね。はい、それでは2人目の方、はい、ご紹介いたしましょうかね。はい、どうぞ。おはようございます。おはようございます。はい、お名前をお願いします。はい、私、岩崎ひろこ。岩崎さん。はい。あれ、岩崎さんと、はい、はい、岩崎です。岩崎ひろこです。あ、ひろこさんなんだよね。ひろこちゃん。はい。え、え、なに、あの、とぉー。とぉーなんとかさんというイメージが。内緒の話なんだから、内緒で。お名前が。内緒で、内緒で皆さん内緒でお願いします。はい。今回は相当手強い。手強いね、相手が。だって手強くないよ。いや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 。変更で人工雑誌とか読んでたら、出てくるもんね。出てくるもんね。今当たる当たらないは別物だからね。そうですか。なんか好きだもんね。そう、あの楽しく。あ、前提は楽しく。そうですよね。楽しく。なかなかないよ。女の子と当てるなんて私も。本当にね、殿方ばっかり、いつも。殿方ばっかり。しかもね、なんかちょっと怖そうなんだとかね。ちょっと抜けてさ、合わない人とかね。たまに行っちゃってるような人とかね、こうね、いろいろね。はい、それではこの番組はですね、私たち二階堂姉妹が毎回女性ゲスト2名をお迎えしてパチンコで勝負するっていう番組なんですけれど、はい、2連敗してます。はい、2連敗まずいです。まずいですよ。いや、まずいよ、本当に、うん、番組ならないから、うん、ね、このままじゃ2連敗ぐらいだとそんな大したことないじゃない。いやいやいや、3回勝負で2連敗ですよって、ね、もう勝ちなしだから負けしかないからオンリーだ、オンリーだ、負けオンリーだから。それちょっと寂しいね。寂しいね、ちょっとね。本当ですよ。まずいよね。で、この3戦目今日ですね、で、トータル3戦で私たち二階堂姉妹がゲストチームの合計定ま数で上回れなかった場合、視聴者さんと接待麻雀、はい、させていただきます。いいじゃないですか。はい、こちらですね。超かわいい。ありがとうございます。あ、かわいい。こっちは私ですよ、こっち。なんか振り回ってるか。顔違うし、顔違うし、ってるから。あ、よかったよかった。ね、同じような髪型だしね。白いからよくわかんないもんね、顔でこれね。そうそうそう。雀荘のイメージじゃないな。そうですよね。まあなんかちょっと変な、いかがわしい。神焼きじゃない、ルミ焼き、ルミ焼きです。お二人のお店ですか。そうなんです。ごめん、本当に。これがルミで、これがアキなんで。ごめんなさい。こちらで麻雀させていただきます。はい、あとですね、罰ゲームがあります。もちろん負けちゃったんで、あ、いや、負けた場合ですよ。まだ負けてないですから。負けちゃった場合、罰ゲームがあります。まあしょうがないですよね、罰ゲームくらいはね、しないとね。そう、勝負師だからね。うん、っていうか、あとね、二階堂に挑戦だからね。そうね、あの二階堂、そうそうそう、我々に挑戦してきてくれてるのに我々が負けてるから、まあ罰ゲームくらいはするよね。私たちものすごいアドバンテージありましたね。あれみたいな。そうなんですよ。今のところ合計定ま数が46,742発。いや、これね、厳しいよ、本当に。あの、もうね、無理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 ね。あの、麻雀で言うとオーラスで倍満直撃で、うん、トリプルツモ、3倍満ツモね。あの、無理だから、役満の方が簡単だからっていうような、まあ役満なんだろうね。でも無理って言っちゃいけないんだよね。そうね、無理って言ったらそこで終わりだから。、はい、さらに私たちが合計定ま数でゲストチームを上回れなかった場合、はい、番組タイトルが変わります。お、重いですね。マジっすか。なんか某番組みたいじゃないですか。某番組みたいじゃない、ね、なんかこんな感じで、こんな感じで。前も変わったけど、あんな風に変わっちゃうわけ。まあ、多分そんな感じなんでしょうね。うん、うん、頑張る。私たち頑張る、ちょっと今日。頑張らないで。頑張らなくても、頑張らないと。だいぶ貯金になるみたいなんで。そうだよね。はい、早速、実践、行ってまいりましょう。行ってきます。行ってきます。
それではここで番組ルールを紹介します。実戦時間6時間の完全自腹勝負、2対2の乗り打ち対決とし、実戦終了時の合計差だまで勝敗が決定します。出玉共有が可能なホールの場合、チーム内での共有実戦を認めます。今回も後がありません。半歩半歩下がったら真っ逆さまに落ちちゃうから、崖っぷち、ですよね、本当に。まあ、今回はちょっと大きく狙いに行かないと、ちょっとマンガンとかね、あの羽マンとかじゃ足りないから、足りない、倍マンとかトリプル必要なわけだから。でもトリプルより役マンの方が簡単だから。簡単だよね。ね、じゃあ刑事、まあ、刑事かパトラッシュがいいけどって感じだね。でも多分刑事の方が爆発力はあると思うんだよね。じゃあ刑事だね。行きますか。行きますか。さて、私たちの場合はかなりアドバンテージがあるんで、実戦時間も時間なんで、そう、6時間だし、あの堅実に、堅実に行こうかなと。それがいいよね。リスクがあるんで、爆発力があるってことはイコールリスクもあるんでね、そういうとこは行かずっていうことかな。今は冒険する必要がないので、確実に行かせていただきます。ゆる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 意外にこずるく考えてるね。冒険なんてしないよ、ガツとは見せないよみたいな。私たちはこんな感じで頑張りましょう。頑張りましょう。できれば上がってる台見たいんだけど、黒すぎて分かんないって。でも多分そんなに良くないかもしれない。どうしよう、打ってみないと分かんないな。どうしようかな。でもなんかどれも似たような感じに見えますけどね。ちょっと刑事が人気台でもう空き台がほとんどないので、一応まあ最初の、第一印象よしで決めた台をとりあえず打ってみます。
エヴァはねやっぱりほぼほぼへそは均一で角番が1枚ぐらい空いてるぐらい、あと差があるとしたらスルーのみ。いたもう朝一ランプがついてる台が実は1台あったんですけど取られちゃった。まあね、意外に見に来てたんじゃないのって。まあしょうがないね。ダッシュしたんだけどね、間に合わなかった。1台確認状態もったいなかったんですけど、ちょっとエヴァ、どうだったか。スルーにすごい差があるだけ。はっきり言ってよりどころ見たんだけど、すごいいいとこではない。ただ1台か2台ぐらいだけへそがほんと1枚とか空いてる。え、ちょっと微妙なんだけどと思ったけど、もう取られてる。見てない方のね、うまく選んで取った速さじゃないと思うのね。角番だったから全部それが、角はもう全部、逆に言うと角を全部抑えられたから最初に。もうゴーもやっぱりゴーもそうなんですよ、角が若干とかいう感じだったんだけど、だからまあお店のやり方なんだろうね。比較的角が開けるパターン、だからそれは知ってる、ここに来られてるね、お客さんのもうそのお店の癖を把握してるからこそできることだから、まあ私たちはね新参者なんでコツコツ探そう。コツコツ探します。どうしよっか、動かとしたら仕事人はまだ全然余裕があるから仕事人置いといて、とりあえずエヴァだろうね。エヴァが先に埋まっちゃいそうだから私も見ましょう。1台ついてたのに惜しかったな。まあこれあと打ってみてステージの癖の判断になってくるだろうね。それでもうとっとと移動するか、とりあえず私向こうで1台押さえてあるんだけど、まあこの今私自分でこう選んだ台でどのくらい、まあとりあえずというかステージとしても見なきゃいけないから、まあとりあえず打ってみる。もうなんか端から端まで全部見てても仕方がないので、ステージを生かしていきたいから今はワープを中心に見ていく感じで。で一番最初にこの台がいいかなと思ったんですけど、ワープの入り口は結構どれも似たような感じで、あとここが どのくらい影響してくるのかがちょっとわからないかなと思ったんですが、まあ、自分なりに一番いい台を見ましてこれがいいかなと。であとはへそですね、へそも結構どれも似たような感じでしたね。あとちょっと打ったことがないので実際球がどういう動きするかとか分かんないんで、とりあえずちょっと打ってみて様子を見たいと思います。球の流れは非常に良さげですね。へその大きさが十分なので結構寄ってくれれば入るかなと感じですかね。
ケージは普通に打つより手前に手前のここのところに当てた方が回るっていう情報を得たんですけど、まあ、とりあえず普通に打ってみて回らなかったら手前で打ってみます。花のケージは原作がオオカラスのホタル、オオカラスのホタル、原作は結構好きなんですけどパチンコあんまり当たらないんで、台を選んだ理由はですね、まあ、他の台と比べまして、まあ、スルーの入り口が比較的スルーの入り口が比較的空いてたっていう部分ですね。あとはここのラストの釘が、まあ、他の台、他のピックアップした台結構まっすぐというかなってたんでちょっと下がってる感じのもの、まああとはもうほぼ均一調整だったんで、まあ、ステージの癖を見るためにもちょっと知らせてみないとそれだけはわからないんで、とりあえず打ってみたいと思います。改めまして今日選んだこちらの台、選んだポイントなんですけど、へそですね、あの棒なんかと見比べた時に、あ、今日はエヴァの方に力が入っているかなという印象を受けました。それでエヴァなんですけど、やっぱりステージの性能に差があるとはいえかなり性能がいい役立つので、ステージの方を生かしていくためにワープの方はもう絶対にチェックしなきゃならないと思ってワープチェックしました。それとスルーですね、スルー、スルーの方も今日はちょっと若干差がついてたかなと思いますし、スルーが狭いですと、時短中とか確変中弾減っちゃうし、それにあの電柱とへその確変割合変えてあるような癖ですと、あのスルーが閉まってるとちょっと致命的なことになっちゃうこともあるので、スルーは絶対条件としてチェックしました。でよりなんかも合わせてみた結果、こちらの台が他の台よりもいいかなと思ったので、ワープとスルーとあと風車周辺のよりここの3点でこの台を判断しました。あとはステージの癖は実際に球乗っけてみないとわからないので、ひとまず実戦を開始してみたいと思います。何が熱かったのか分かんないんだけど、あっという間に当たっちゃった。よし、あとはレンジャーするだけ。もう当たったの？はいやー、なんか姉ちゃん、お姉ちゃん隣に打ってるんですけど、もう当たってますね。400分の1ですよ。ただまあね、当たるときはすぐ当たるもんですよね。ちょっとお姉ちゃんが当ててレンチャーしてくれるとこのお店は共有が OK なので、早く出玉を確保してもらってその玉をかすめ取りたいと思います。
はい、今1000円分の玉を打ったところでまだ回ってますね。デジタル回転中ですけど、これと保留玉1個で今デジタルが30なので1000円で32回ですね。まあ、多分多少のムラはあると思うんですけど、全然わかんないけど1000円打った感じでは良さそうですね。まあ、今のところやめる理由がないのでとりあえず続けます。まあ、今1000円打ってみたんですけれども、まあ、ステージを見たかったのが一番なんですね。最初ちょっとどうかなとも思ったんですけれども、まあ、まあぼちぼち打てるかなという気もしなくないです。まあ、ステージ見るだけでしたらね1000円とかでいいんですけれども、回転率的には1000円では全く判断できるところではないんで、まあ続行で続行で。全部ついて右からですね。エヴァンゲリオン発進。初号機リーチのムービー付き。というか今リーチが起こった時にレイちゃんステージ突入1回転目だったんですよね。まだそれがちょっと港の部屋みたいに大当たり確定のパターンかどうかはよくわからないんですが、若干期待してもいいかもしれませんね。タイマーは白文字ですが、おお、カットインが入りました。シーンライドアップです。出ませんね。どうだろう、止まっちゃったかな。大好きだよ。とりあえずロックですが当たりました。やばい、1000円だけどどうしましょう。この喜びを早速ゆうお姉様にメールしたいと思います。頑張ってあっちゃん、頑張っての、お姉ちゃんが今いっぱい出してるんでもらいます。ありがとうございます。頑張れ頑張れ頑張る頑張る、あっちゃんも頑張って。19、2000円目、まあ最初25、まあ
ステージもうちょっと欲しいかなと思うんですよね。まあでもここのお店の交換率を考えると別に打てなくはないんで、まだしかも2000円ですしね。まあ私の持論なんですけど、1000円や2000円で回転率は分かるもんじゃないっていうのが持論。もうちょっと打ってみたいと思います。すでにもう有名な話なんで、一応ご説明しますと、このエヴァンゲリオンはへそと電柱別々に保留がありまして、電柱の優先強化です。で、電柱の方が、確率変動の割合がね少し違っておりまして、確率変動の使用率この機種 65% なんですが、通常時よりもへそからの入賞の方が出玉ありの15ラウンド確率変動を引く割合が高くなってます。リアルな話、へそからですと2ラウンド格ゲーを引く可能性が 3% しかありません。なので出玉スピードとか速くなりますので、できれば電柱サポート中はこちらの保留を途切らせないように打っていただく方が良いと思います。時短に入ったからって席立っちゃわないで、一応時短を取り切るまで回していただいた方がお得だと思いますので頑張ってください。かなり遊んじゃった球が多かった、私が止めちょっとミスって食われちゃった球とかもあったんで、大体3000円ぐらいじゃまだわからないです。私はもうちょっと打ちたいと思います。はい、時短も抜けました。いやーすごいですね。通常渡り切っちゃいました。3分ミッションです。1回転目にぎじれにもなりませんでした。とりあえず今1000円で当たりを引いて、通常当たりで1箱括弧、まだちょっとこれではもうちょっと全チャンすればよかったんですけどね。これではまだゆうさんと手玉共有をするだけの力はないですね。持ち玉持ち玉なんで、これを使って頑張っていきます。そうですね、やっぱりちょっと打つ球が強いとここから外に流れていっちゃうんですよね。なので必然的に球が この外側を通ることが多くなって、理想はやっぱりこれに沿って液晶に沿ってこう流れていくのが理想なんですけど、強いとこっち側に行ってしまうのでやっぱなかなか回りづらいかなと思います。チョロ打ちよりワープに入る球が多少、本当に多少ですね、増えるくらいで、やはりチョロ打ちが有効ですね。
行くよ。タオルオートフィールド全開。ありがとう。私ね、結構エヴァ打ってるんだけどね、最後の下の予告あんま出たことないんだよね。超嬉しいんだけどなんかこれね、もう安定した持ち球がね、できるともう今後の展開超楽なんですけどね。ありますが、1箱で145回転でした。これが、1箱あたりだいたい6000円として計算すると24点いくつかかな。もうちょっとあると思いますけど、でも最低24としても、まあ、ボーダーは上回ってますが、とりあえずお姉ちゃんが出てるのでまた玉をかすめ取りたいと思います。すいません。頑張って、頑張って、あいちゃん頑張って、あいちゃん頑張って。いただきます。なんかちょっと少ない、まあいいや。弱あたし。マジワンセットだよ。ちょっと悲しいな。今出た一箱を打ち終わったんですね。で今の回転数がこちらで113回。時短の100回を回し切るとあのリセットされるデータカウンターのようですので、素直に一箱で113回です。連鎖中に若干球を減らしたとはいえ、まあ、かろうじてトータル確率を超える程度では足りないですね。これはもう大移動をするしかないでしょう。ちょっとお客さん混んできたんで急いだ方がいいと思います。でここで姉さんの様子を一回見てからちょっと移動を考えたいと思います。姉さん引き戻してください。え、どうした？どうだった？私の台が最初1000円で当たってしまったんで、まだ判別がつかなかったんで1箱入れたんですけど、1箱で113ぐらい。え、113。やめましょう。トータル確率が102ぐらいなんで、でステージ見てたらもう真ん中に寄らないでポロ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 こぼれているんで、それはダメだよね。典型的にダメなパターンだよね。1台だけ気になった号もあったんで、ちょっと戻ってみたりしてみます。行きます。
ごいと思う。もともと強いからよ。普段はこういうハイスペック機っていうんですか、結構確率が辛くていっぱいレンジャーするといった台はあんまり打たないんですよね。いっぱい当たりを引きたいタイプなんで、やっぱり羽デジとか甘デジとかそういったものを打つ方が多いですね。見事に埋まってますね。こちらのお店で4機種がおすすめ機種になってるんですよ。この仕事人とさっきのエヴァンゲリオンと555と花の刑事なんですが、まあこの4機種の中ではトータル確率が一番甘いのはやっぱりこの仕事人です。まだこれだけ空きがあれば今慌てて試さなくても他の回る台を探してきてからでも十分ですね。ちょっと1台555を試してみようかな。あれでどの程度回るのか。2台目555です、555の一応台選びのポイントなんですが、スルーがここにあるのでまずはざっと、まあ、この辺りをつまとめに見ながらスルーとスワップ入り口ですね。実はこれちょっと今厳しいんですけど空き台の中ではといった感じです。でここのこぼしポイント、ちょっと今空いてる中では比較的大丈夫そうなものを選びました。で風車の上はこれ空いてる中では案外無事な方です。でへそも今わずかな空き台の中ではこれが一番という感じで、トータル的に今の現在の空き台の中ではまあこれかなっていう感じですね。ちょっと回してみたいと思います。で今ちょっとこの555回してみたんですけど、今の1000円31回回ってるんですね。で最初の1000円がちょっといろいろ探ってて22回なんですけど、だらして25、6期待できるのかなっていう感じで、ちょっとしばらくこれを打ってみましょう。で台を決めたところで優お姉様が、玉の方をお持ちですので投入させていただこうかなと思ってます。いただきに行ってきます。お姉様、おいおい、今555で多分あの今2000円試して26.5 の5があったので、ちょっとそっちで勝負してみようかなと思います。共有できそうですか？できますよ。すいません、いただきます。あーよー、頑張るんだよ。10倍返しします。楽しみにしてるぜ。さすが私先生モードの方引いちゃった。逃げちゃダメだ。
当たった確変嬉しい。これ単発行くと悲しいからね。回ったのは無駄じゃなくてしっかり回り続けてますね。ステージの性能すごくいいですし、ステージの性能すごくいいですし、あのワープもよく通ってその性能のいいステージ使えてます。それに加えてあのやっぱり風車の上があの比較的マシなのを選べたせいでよく寄ってますね。よく寄ってるのでこちら側からも十分に入賞しています。このまま今日はこの台を打ち続けて大丈夫そうですね。ほっとしました。台決まったんで。綾波が一番可愛いんだよ変なま。はい、今一箱、三箱目ですね打ち切りまして、183回回りました。これはすごい回ってますね。というかだいぶ回転率上がってきてますね。やっぱ一番最初の1箱目がちょっと雑に打ちすぎた感ありますけど、これで、大体2万円分くらいですね。最初の現金投資2000円に3箱で1箱6000円として1万8000円分、大体2万円分くらい入れて、570回転回ってるので28.5回、おお、なんかそんくらい回ってるような気はしましたけど、まあ、ちょっと最初がなできすぎたのと途中雑だったの合わせてもまあ大体こんくらいですかね。ちょっと当たりが引けないのが本当に残念ですが続行します。はい、じゃあまた。でもね、もう飲まれ始めてるんですけど、まだ持ってるんで、まだもらいに行きます。玉もらっていい？ほんとすいません。ほんとすいません。ああ、最後の一箱も、私に持ってかれちゃって、かわいそう。なんとか当たりを引いて返したいとこですね。前半戦も多分残り時間そんなにないんで、せめて前半戦のうちに当たりを引きたいです。
発進。耐熱仕様のクラブスーツといってもいつものと変わらないじゃない。リブラスイッチを押してみたら、初めて逃げ切った。え、うわ、嬉しい、嬉しいな。なんかいっぱい引いたような気がするんだけど、特格2回ってね。ちょっと寂しいな。今一箱使ったところ、一箱で137回転なので、これは。まあ回ってますよね。で、あの見た感じも様子挙動いいので、このまま、現金投資に戻りますが、打ち続けたいと思います。頑張ります。もう今2人とも追加投資して、もう球がないんですけど、この辺りでどっちか引いてくれないと、どっちか引いてくれればすごくいい展開なんですけど、引かないとまずいです。当たんない。これ小当たりってやつですか？出だしは良かったんですけどね、2000円でね、格円いけてね、なくなっちゃいました。後半2人で早く引いていっぱい連打しないと勝てないです。難しいけど頑張ります。はい、まず時間が来たので前半戦終了になります。755回転回して754回転目にアタッカーが開いて大当たり回数が1ってなったんで、何かしら当たったらしいんですけど、ちょっと突角か
突然時短違うな、小当たり、とりあえずまあ様子を見て何だったかっていうのが分かると思うので、まあ、後半戦も引き続きこの台を打ちたいと思います。前半戦はこれにて終了です。今連チャン割って70回転ゴリ玉結構ありますねちょっと自分の予想したスルーのデッキとかはいまいちだったんですけれども、結構ステージに助けられてるかなと思います。まあとりあえず少ない投資でこれだけまあ持ち玉ができて、まあこれヒロちゃんのところに行ってるからね、多少ね後半戦もこのまま頑張れるんじゃないかというは思うのですけれども、まあ、こんなところで前半戦を終了したいと思います。前半はですね、朝1000円でエヴァンゲリオン当たりまして、その時点ではもう今日はすげえぞ、いけたぞと思ってたんですけど、飲まれ移動し5時来てまだ確率以上回しましたが当たらず、まだゆうお姉様の玉をで食ってるだけになっております。でこれ恩返しをするためにも後半なんとか頑張らなきゃいけません。共有させてもらったおかげで投資はそれほどいってませんので、全然可能性はあると思いますので、後半心を入れ替えて気持ちを新たに頑張りたいと思います。ベリースバトル前半戦終了、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、どうでした？いきなりはいどうでした？すごい振りになってる、今びっくりしたわなんかあってはいどうでしたって。まあ私はまあなかなかいい感じで前半戦終われたんじゃないかと思います。うん、私は波乱不気味の大変な展開になっているではじゃあ分かりやすい感じでね、ボードで見せてもらいましょうかね。岩崎さんからお願いします。まず、投資うんぬんの前に岩崎ひろ子のひろという字は新潟ひろ、いや、広いという字じゃなくてカタカナの名前でうんなので、そこのとこお間違いなく覚えていただきたいと思います。ひろ営業上手だな、こんな名前アピってもうなんでよく間違えられちゃうんだろうといったところで、まず最初に CR エヴァンゲリオン使徒再び599番台を打ちました。で1000円で当たりました。やった、もう今日はいけたね、やったね、もうガッポガッポじゃんと思ったんですがでそのまま飲まれまして、で飲まれたところ、まあ、あのステージの方が全然良くなくて、あの周りが足りませんでしたので大移動しました。で移動先 CR555、投資発生をしてまだ当たっていなくて、で姉さんが当たっていらっしゃいますので、はい、出玉を共有させてもらってます。プレゼントをお送りしました。回転率的には現在あのいろいろムラがあるんですが24ぐらい回ってるので、まあいけるかなという感じです。555、いい感じだよ、頑張ります、はい、ありがとうございます黒木さんお願いします。はい、私は、まあ、短めですけど、まあ、最初にやっぱり CR エヴァンゲリオンを選びまして、投資4000円でいきなり熱いのを出ました。うん、もうそれはねもう見てた人は熱いって熱いみたいなの出たんです、うん、でその後ハマることなく回転率を把握できないまま当たって、その後も回転率を把握しないまま、まあ、現在進行形ですね今終わってるんですけども、発行3分の2、1回分の発行を半分ちょっと残した状態で、まあ、今70回転ぐらい回ってるんですけど、これはちょっとなかなかいい回転数ですね。まあ、やっぱり24かそのくらいはありそうな感じです。ほうほうほう、はい、ありがとうございます。はい、では私ですかね。はい、二階堂ルミです。シアル花のケージ133番台、追加投資違うわ、投資まず2000円で引きました、うん、あっさり引いてたよね。あっさりなんかね、うん、何が熱いのかよく分かんないうちに、うん、まあ、一応ケージさんとか出てきてるんで、うん、まあまあ、あ熱いのかななんて思ってるうちにあっさり当たっちゃって、でそれが14連して、まあ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 、出玉ありが10回ぐらいと、うん、で、現在ありません持ち玉ありません、もうちょっと追加投資です、うん、頑張ります。これってのさするにっていうことなのかな。うん、まあ、まあ、こんだけあったのにあったんでね、さするにってことなのかな。うん、じゃあそのコメントはね、こうしたらいいかなみたいな ね、お願いします。はい、じゃんじゃんじゃん、二階堂秋です私も同じく CR 花のケージ132番台、お姉ちゃんの隣の台ですね、はい、打ってまして、
投資4000円というか3000円使ったところでお姉ちゃんが出たのでその出玉をもらって打てたのですが4箱もらいました全部で。お姉さんいっぱい出したはずなのになくなっちゃったね。そうなんですよ。でもその分やっぱり現金投資少ないから、うん、それはもうそうなんですよね。いい感じで、あの回転率ですか、はい、ちょっとまあ数えたところ、まあ、28は確実に超えてて、まあいい感じかなっていうところなんで、当たり待ちだね。そうですね、最後にこの大当たり1回っていうのを本当に最後の最後で引いたんですけど、これが何かまだわからない。何かがまだわからない。何かが何を引いたんだろうね。どんな当たりなのか。なんか1ってなってるんだけどまだ1回でしか回してない。そうなんですよ。でなんかちょっとパカパカってしただけなんでこれなんだろうみたいな感じで終わって、そうですね、これから後半戦という。後半戦相当夢見れるよね。超楽しみ。そうなんですよ。楽しいですね。超楽しみ。状態で置いてきてるなら。ね、岩崎さんがちょっと波乱含みみたいなんですけど、あのこれから後半戦ね、ドキドキワクワクの、うん、はい、始めましょうか。そうですね。はい、はいはい、さて、ドキドキワクワクの後半戦なんですが、残念ながらお時間が来てしまったということで。はい。まあ、またこの模様は次回の放送をお楽しみにということで、はい、今回はこの辺で失礼します。さよなら。さよなら。当てるぞ次は。負けられないから。もう当てられないから。まだまだ出すよ。出してもそれ以上出すから。応援してね。